ます。時刻が間もなく3時です。風がちょっと吹いてるんですけど、満天の星空です。撤収いたしまして、3時40分に出発しました。まずはね、五色ヶ原山荘まで、登らないといけないですね。月は、沈む頃にね三日月だったんですけど、すぐ五色から見えなくなったので、かなり暗くて星が満点ですね。今木道が、凍結しててちょっと滑りやすくて危ないですね。はい、山荘着きました。15分ぐらいですね。気温が一応温度計では2度なんですけど、もうちょっと寒いかなって思いますね。日焼け市に向かいたいと思います。ちょっとダウン着てると暑いですね。気温がですね3度から4度ぐらいです。まあ越中沢のっこしに向かっているところですね。気持ちよくなってきちゃいましたね。テンション上がってきちゃったな。この瞬間のために歩いてるのかなってやっぱり思いましたね。だから暗いうちから歩くんですよね。気持ちいいです、こうやって朝が変わってくる瞬間っていうのは。ちょっとねこの辺り風がぬるいですね。で今日の今の服装はですね、コアベストをベースにして、河川のロンティーをかませて、その上に、シャツって感じですね。それでももうちょっと汗が止まらない感じなので、かなり、コアベスト熱いですよね。今日のご来光は越中沢岳になりそうですね。はい、越中沢岳到着です。なんとか間に合いましたね。よしよし、薬師もモルゲンも見られそうですね。正面のが三河牛ですね。三河牛の。で、奥が裏銀座ですね。はい、では今回回るルートですね。まずここまで降りて一気に上がります。で薬師、黒部、これが笠ヶ岳、正面のこの平らなやつがね蜘蛛の平だと思います。で三つ又、これが G かな。ちょっと和芝が見えてるかどうかちょっとわかんないですね。で、赤牛、水晶。これが今回行くルートです。
この下りを下って、また下り、上り、ね、そこから下って、そこから役者への上りですね。下のあたりにテント場があるんですよね。はい、ようやく下まで来ました。ずーっと下りでしたねもう膝笑ってます。ちょっと15キロに対応できる体じゃないですね。踏ん張りが効かないですすごのっこしです。坪の腰小屋到着です。あれ、もうクローズしてんのかなこれ今日のゴールまだ決めてなかったんですけど、薬師峠で一泊することにしました。なのでかなりゆっくり歩くことができます。あまり無理せず、かなりね足に来てますので今日はのんびり歩きたいと思います。五色からね、スゴノッコシ小屋までかなりアップダウンすごかったですね。まさかこんなにすごいとは思わなかったです。この手前の山がねスゴの頭ですね。でここが越中です。さらにめちゃめちゃ下ってて、登ってまたぐって下って登っての繰り返しをずっとやってましたね。かなりハードでした。結構日陰はぐちゃってますね。人ともほとんど会いません。スゴノッコシ小屋も閉まってました。今トレランの方とねすれ違いましたけど、それ以外は全然合わないですね。静かな山でいいです。ここまで歩いてみてですね、降り立てから上がってきて薬師峠、それからね、蜘蛛の平とか黒部とかねぐるっと回って、でまた折りたてに帰る、結構そういう方いらっしゃると思うんですけど、なんとなく納得ができますね。立山からここまでは、まあ、かなりハードですね。なんかちょっとさらっと縦走しようかなっていう感じとはまたちょっと違うので、イメージで言うと、まあ、歩いたことはないんですけど、まあ、レンゲ岳からの稜線を見て、七倉、舟久保、烏帽子までのね、あの詰まった感じに結構近いかなって思います。なので無理のない整備されたね登山道を歩くっていうのであれば、やっぱりね降りしたてから歩くのがおすすめだなって思いました。で立山から行くにしてもね、五色ヶ原までかなって思いますね。その先はかなりハードです。スゴノッコシ小屋からそのルートを見てもね、めちゃめちゃアップダウンだったので、行くには結構勢いが必要かなって思いました。
薬師見えてきましたね。これが最後の登りです。熊野平も大きく見えてきました。ここのところですね。ですね、今回の旅の多分これベスト1だと思います。人それぞれ、ね、好きな景色ってあると思うんですけど、これほど俯瞰に見渡せる景色ってここが一番じゃないかなってちょっと思いますね。真ん中にいると、ね、後ろと前を見なきゃいけないけど、この場合はねもう全部見えてますので十分じゃないかな。ベストワンの景色でしょう。多分ね、薬師行っちゃうとここの稜線で川が見えないんですよね。この川がねずっと流れてて、あの温泉につながってると思うんですよね。でここは雲の平なので、で槍と穂高がねずっと後ろに見えてて、で水晶ですね。ベストワンじゃないかな。白山の稜線も最高ですね。こっち側もすごい綺麗です。はい、北薬師に到着です。はい、薬師までの道のりですね。もう少しありますね。北薬師から薬師までのアップダウンがかなりしんどいですね。ね、これが薬師小屋ですね。で、ここに太郎平があります。で、これが明日歩く稜線ですね。薬師まで登りに来て、じゃあちょっと北薬師まで行ってみようかって思う方いると思うんですけど、お気をつけください。かなりね切れてるとこありますし、こういう顔料帯になってて足場がね本当足の細さ分しかなかったりする場所もあったりするので、
小平、北の又で、奥が黒部。役所降りてくるとだいぶ見える角度が変わりますね。この辺が雲の平かと思ったんですけど、こっちですね、槍が見えてるので、なんか薬師沢はあれですね、ここを下ったここですね。薬師峠に向かってるんですが、このルートですね、結構下りますね。黒部五郎です。すごいな。気持ちのいい木道です。この上から降りてきたんですよね。超やばい。渇望した水です。やばい、テンション上がる。はい、薬師峠着きました。水めちゃめちゃ勢いよく出てて、隣の方に飛ばしちゃいました。うまいです、すごく美味しい。出発なので、この辺りはもう暗くて見えないと思いますので、ちょっとね様子見ていこうと思います。した登山になりました。のんびりした割にはかなりきつかったんですけどね。でも今の自分の状態を考えると、これが限界かなっていう感じでした。で、今回のね、旅の一番のショットが出ましたね。やっぱり俯瞰部門ナンバーワンはやっぱりあそこかなって思います。北薬師岳の手前ですね。あそこの辺りはもうずっと良かったですね。結構険しくて、岩場、岩稜帯、あとはだれてたりしてね、結構ね危なかったです。なかなか、まあ、人が少ないっていうところがあって、まあ、静かに歩くことができました。で、明日の行程ですけど、今日だいぶのんびりしちゃったので、明日はちょっと頑張らなきゃいけない日ですね。あと回らなきゃいけないのが雲の平、あと黒部五郎、あと赤牛水晶ですね。それが回れれば、だいぶ奥地の方はもう回れましたので、今回ちょっと笠ヶ岳はね難しいかなって思ってます。絡みで行く日をね1日作ってもいいんですけど、ちょっと今ここにいるとなかなか難しいですね。また別の日に行きたいと思います。久しぶりにのんびり登山になったので、このまま、明日朝早いですがのんびりしたいと思います。はい、この正面のルートが見えてるものは北の又岳黒部へ行くルートですね。
明日はこの稜線もずっと上がっていって、この裏に黒部五郎がありますね。これが黒部五郎です。この太郎平小屋のここにねルートが見えてます。これが薬師沢に向かうんですけど、蜘蛛の平はこれなんですよね。えらい遠いですよね。おっかないな。これが多分黒部の源流だと思うんですけど、結構増えてきましたね。ちょうど今テントの受付に行ったところ、ちょうどそちらに向かったので、あちらで受付してくださいって言われまして、マジかって言ってたら、じゃあとりあえず受付したっていうことでこの張り紙貼っといてくださいっていう感じだったんですけど、どうやらすれ違ったみたいなんですよね。でいつもこれぐらいの時間なんですかって言ったら、今日は混んでるから2時に行っただけで、もうちょっと、平日とかはねゆっくりだっていう風に言ってました。なので、とりあえずオープンの間は太郎平に行かなくても良さそうです。太郎平の方面から来てる方はね受付された方がスムーズかなと思います。ただそれがね、1時2時ぐらい過ぎて頃にね行ってしまうと、もしかしたらすれ違いが起こるかもしれないので、それだけご注意ください。Thank you.